炊き込みご飯にキノコをもっとたくさん入れた方が秋らしいメニューになるんじゃないですか。ということで今回はキノコの炊き込みご飯をご紹介します。椎茸、エリンギ、しめじ、今日は3種類のキノコを準備しましたが、入れる種類は何種類でも構わないと思います。それでは調理を始めていきます。生姜1かけら 10g 程度を千切りにしていきます。続いてキノコ類を食べやすい大きさに切っていきます。ここでキノコについての栄養素について調べてみました。キノコ類に多く含まれる β グルカンには免疫力を上げる働きがあります。ナチュラルキラー細胞白血球の働きが活性化、そのため風邪の予防、がんの抑制、アレルギーを予防、改善する効果が期待できます。また食物繊維が豊富で腸の運動を活発にしてくれるため、体内に溜まった老廃物を流してくれるデトックス効果も期待できます。調理に戻ります。食感が残るようにエリンギは大きいものだと3等分して短冊切り切っていきます。しめじはヘタを取って半分の大きさに切ります。椎茸はヘタを取って薄くスライスしていきます。ヘタも食べやすい大きさに切って炊き込みご飯の材料として使っていきます。沸騰したお湯に10秒ほど入れてキノコのアク取りをしていきます。ザルに移して水分を十分に切っておきます。それではご飯を炊いていきます。3合のお米を準備しました。薄口醤油を 60cc、お酒、日本酒を 60cc、 塩 2g、 かつおだしを 530cc、 炊飯器の普通炊き、3合の目盛りに合わせます。先ほど切ったきのこと生姜を炊飯器の中に入れていきます。最後にキノコと相性の合うオリーブオイルを大さじ1杯入れていきます。あとは炊飯器の普通炊きにして炊き上がるのを待ちます。出来たての炊き込みご飯に付け合わせの枝豆を盛り付けて彩りよく整ったら、キノコの炊き込みご飯の完成です。今回の炊き込みご飯は具材はキノコと生姜のみですが、キノコの風味を損なわずご飯の味付けはしっかりめにしてあるので満足していただける一品だと思います。なお詳しい材料の分量は概要欄に記載してありますので、よければ参考にしてください。